人気のない高層マンション群。夜はほとんどの部屋の明かりがついていません。まるで幽霊マンションです。中国では不動産市況の先行きの不透明感から、住宅の在庫が増加しています。こうした中、中国政府が数百万戸に上る売れ残り住宅を地方政府に買い取らせる案が検討されていると、 アメリカブルーームバーグが伝えました地方政府が売れ残った住宅を大幅なディスカウント価格で購入し手頃な価格で再び売り出すということです。